こんにちは、マンフリーズボール山本麻里です。暖かくなってきて春のお花が満開です。3月13日より夏時間に入り、これからどんどん日が伸びてきます。一日一日が少しずつ長く感じられて嬉しい気がしますね。ではお知らせに入ります。マンフリーズボロ市の消防局では毎年春に消火放水のテストを行っております。3月から今後6ヶ月間にわたり市内5000箇所に設置されている消火栓のメンテナンスと放水量のテストが行われ、放水圧の計測も同時に行われるということです。テストで問題が発見された際には消防局から管轄の水道局に修理依頼が出されるということです。毎年テストを行うことで実際の消火作業中に問題が起きてしまう前に問題箇所の把握や修理依頼ができるようになっているということです。住宅街などにある消火栓に作業員がいることが多くなりますので気をつけて運転をしてください。次の知らせです。春になり竜巻のシーズンに入りましたので注意点をまとめてみました。まず天気予報でトルネードウォッチとトルネードワーニングスという2種類があるのですが、トルネードウォッチはその地域に竜巻が出るコンディションが整っていて発生しやすいという注意報で、トルネードワーニングはその地域で実際に竜巻が発生したという報告があったり、レーダーなどで発生が確認されたという警報です。同じようにシビアサンダーストームウォッチとシビアサンダーストームワーニングは、ウォッチの場合は落雷を伴う激しい嵐が発生しやすいという注意報で、ワーニングの場合は実際に発生しているという警報です。またシビアサンダーストームが竜巻を起こすこともありますので、天気が悪くなり始めたら必ず天気予報を確認するようにしてください。お店などではウェザーラジオというラジオも売られており、スタンバイの状態にしておけば警報や注意報が出た時にだけ音が鳴り、寝ていて気がつかなかったとか停電でテレビが見られず状況がわからなかったということが防げるようになっています。また落雷から電化製品を守るサージキラーと言われるコンセントも売られておりますので、パソコンなどはサージキラーを通じてからつなぐことをお勧めします。それから家の中にいるときに竜巻が出たら、地下やなるべく家の一番低い階に避難をしてください。窓には近づかず、外壁に面していない壁に囲まれた一番小さな部屋、トイレ、クローゼットやお風呂のタブに身を沈めるなどの避難を行ってください。車内で竜巻に遭ってしまいましたら、一番近くの建物へ避難をしてください。ハイウェイなど近くに建物がない時などには車は飛ばされる恐れがありますので、車から降りて道の脇などにある溝の中に身を伏せてください。ただし溝によっては雨が流れて溺れる心配がありますので、十分に注意をしてください。テネシー州では1年を通じてどの月でも竜巻が起こる可能性はありますが、特に発生しやすい月は3月、4月、5月で、1年間に発生する竜巻のうち3分の2がこの3ヶ月に集中しています。ですのでこの季節十分にご注意ください。次の知らせです。テネシー州では現在運転中の携帯電話使用についての規制を検討しています。この携帯電話使用というのは、運転中に携帯電話を手に持って使用するという意味で、緊急時以外は禁止する方向で話し合いを進めています。もちろん Bluetooth やスピーカーフォンにして通話をすることは問題がないということです。現在運転中に携帯を手に持って使用することは全米の14の州とワシントン DC 特別自治区で禁止されています。また運転中にテキストやメールを送ることはテネシー州を含む全米46の州とワシントン DC 特別自治区で禁止となっています。調べによりますと、時速55マイルで運転中に5秒間道路から目を離した隙に車は100ヤード約 9.15 メートル進むと言われています。運転中に携帯に手を伸ばしたりダイヤルをしたりテキストを送ることは事故を起こす確率が3倍増加するとも言われています。統計によりますと、昨年2015年は携帯電話や電気デバイスによる衝突事故が2万3000件起きており、51件の死亡事故はそれらの電子機器による脇見運転が原因となっていました。現在テネシー州の 65% から 70% の住民が運転中の携帯電話使用についての規制に賛成と言われています。
現在話し合われている規則では、運転中に手に持って携帯電話を使用した際は50ドルまたは100ドルの罰金を考えているということです。ただし犯罪ではなく民事ですので、運転記録に残ったり保険に影響が出ることはないということです。この運転中に手を持っての携帯電話使用禁止が州法で成立した場合には、2017年1月から効力が出るということです。次の知らせです。町の公園局が行っている子ども向けのサマーキャンプ、3月1日より申し込みが始まっております。アート、演劇、自然、アドベンチャーなどさまざまなキャンプが今年も用意されております。詳しいスケジュールは各運動施設などに置いてあるレックコネクションの冊子に載っておりますので、ご確認ください。それから次の知らせです。こちらは前回もお伝えしております、3月30日水曜日に開催予定の、女性がどのようにして日米関係を促進させるかを主題に、テネシー日米協会による第2回女性のためのフォーラムとネットワーク作りの女性向けランチについてです。前回は通訳はつきませんとお話ししましたが、日本庭園のツアーだけは日本語の通訳もあるということです。イベントの詳しい内容ですが、場所はナッシュビルのチークウッド植物園、時間は10時45分からは園内にある正門園と呼ばれる日本庭園のツアー、11時から受付開始、11時45分よりランチが始まり、12時15分よりゲストスピーカーによるパネルディスカッション、午後1時より正門のツアーが再開されます。同時に日本文化のデモンストレーションなども見学できるということです。ランチの後午後1時からはオプションとなりますので、学校のお迎えがある方は午後1時には解散することができます。参加費用はテネシー日米協会会員の方は60ドル、非会員の方は85ドル、非会員の方でこの機会に会員になりたい方は個人会員費用100ドルを払うことで参加費用が60ドルとなります。旦那様やご本人の勤める会社が企業会員になっている場合には、会員費用が適用されます。テネシー日米協会のサイト www.jastn.org、こちらに会員企業のリストが記載されておりますので、ご確認ください。参加申し込みは3月23日までとなっております。それ以降の申し込みは100ドルとなります。詳しくはテネシー日米協会ジャパンアメリカソサイティオブテネシーのウェブサイト、そしてフェイスブック、またはナッシュビル桜祭りのサイト、桜シーズンのページをご覧ください。最後にイベント情報があります。3月26日土曜日、リチャード・シーゲルコミュニティパークでシティワイドイースターエッグハントが行われます。不公平にならないように年齢を分けて行われるため、子どもから大人まで全ての人が参加できるということです。時間は土曜日の午後1時からです。参加費用は無料となっております。エッグを入れるバスケットを忘れずにお持ちください。日本では行われないイースターのイベント、ぜひ足を運んでみてください。お知らせは以上です。このところ駐在でいらしていた方の帰国の話をよく耳にします。近々帰国されます方、どうぞここでの経験を生かし日本での成功をお祈りいたします。また領事館に在留届を提出されている方は、帰国変更届を忘れずに提出してください。それからナッシュビル桜祭りが近づいてきております。今年は4月9日土曜日です。昨年よりも多くのベンダーさんが揃っているということですので、楽しみですね。では失礼いたします。こんにちは、マフリズボロ山本まりでした。ごきげんよう。